皆さんこんにちは、マーシーです。本日は2021年8月20日金曜日15時48分に撮影しております。皆様にお知らせいたします。昨日なんですけども、8月19日木曜日午前9時10分過ぎに派遣会社の営業の方から面接、歳費に関する連絡がありましたので、早速発表いたします。私、マーシーは工場派遣のお仕事に採用されたのか、不採用されたのか、結果は、採用されました。採用でした。採用でした。いやー、嬉しかった。本当に嬉しいです。内定をいただきました。入社日は来週の月曜日、8月23日の月曜日になります。詳しいお仕事の詳細の部分は、まだ大人の事情で言えませんが、来週の月曜日、8月23日から入社いたします。絶対ね、今度は入社日変更とかね、初日からブッチするとか、そういう人として無責任なことは一切行いません。ということで、内定をいただいたからには、内定をいただいたご褒美として、この後、山岡屋へ行ってきまーす。いよいよ来週から本当に自動車部品製造のお仕事の会社で働きます。なので現在撮影している動画は多分おそらくなんですが日曜日に上げると思います。なので
出勤したことを前提でお話ししますが、しばらくの間動画投稿の方をお休みしたいと考えております。なのでね、気合を入れるためにこれから山岡屋へラーメン大盛り、味濃いめ、油多め、醤油ラーメンなのかネギラーメンなのか期間限定ラーメンなのかわかりませんが、これから山岡屋へラーメンを食べに行ってきます。はい、ということで山岡屋で旨辛スタミナラーメン大盛り、味濃いめ、油多め、トッピングほうれん草、煮卵、そしてライス大盛りを注文いたしました。当然ね、私マーシア、いつもラーメン屋に行くときはスープまで最後まで飲み干すのが私マーシー流の食べ方でありますので、最後まで当然責任を持って完食いたしました。月曜日からはですね、仕事の方に責任を持って日々精進していきたいなと考えております。この後はですね、大体私マーシア山岡屋へ寄った後は近くにバローがあるんですよ。バローで食後のデザートを購入します。ということで行ってきます。月曜日から頑張るぞ。はい、ということでお風呂上がりの一杯はファンタのグレープ 700ml です。あー、幸せー。やっぱしね、無職の時にお風呂上がりに飲む炭酸飲料と、もう仕事が決まったので無職ではありませんので、そのようなおめでたい時に飲む炭酸飲料は美味しさが全然違います。そしてさらに今日はお仕事が決まったご褒美にラムネとグミ購入してしまいました。モンハンをやりながらグミとラムネを食べながら月曜日に出勤絶対にいたします。月曜日は絶対に出勤するぞ。I'm not afraid to die.